遊びチャンネルですね。今回ね、はい、SU キャブレターっていうのがめちゃくちゃ、はい、話題になって、はい、今僕らの中で流行ってるわけですよ。今日の YouTube のサブチャンネルの中で、はい、勝手にね、はい、SU キャブ自分も20年近く使ってて、はい、まあ、多少知識があるので、はい、その軽いね日常メンテナンスっていうのをね、はい、紹介しようと思って、はい、動画作ったんですよ、はい、ところがですよ、全然面白くない全然面白くないから相当マニアックなところってことですよね。どうしようかなと思って考えて、はい、もうちょっと今日クラブ Q の中で一番メカに強い追山くん、はい、ね、まあ、連れてきて、ね、まあ、この追山くんがね、昔シルビアかなんかで山を走ってたと。スカイラインですね。スカイラインですか。スカイラインです。スカイラインでもう全部ひっぺがして軽量化で山を走ってたと。はい、いうことで、その SU キャブレターについて小山君に意見を聞きたいと質問してください。質問があれば。なるほどなるほど。何ですかみたいな。はい、でちょっと面白いコメントを入れながら動画を完成させたいなと思ってます。はい、はい、じゃあ行きますよ。これが SU キャブこれが SU キャブです。あ、そうですね、はい、で、自分の、はい、もう車体についているキャブなんですけど、はいはい、このドームのところがさ、はい、大きいところ、はい、これ可愛くない？ああ、そうですね。このドームが大好きで、はい、で僕はねずっと SU キャブを使ってるんですけど、はい、これまあでもねポンコツっちゃポンコツで、このエアクリーナーむき出しで、そうですね、雨なんか降っちゃった日には全部染み込んじゃって、はい、ボコボコいっちゃう、そうそう、大変なんですよ。でカバーとかも売られてるんだけど、あんまかっこいいのがないから、はい、まあ結局雨が降り出しちゃったらこれをねガム手で半分カバーして上半分そう走るんだけど、大雨になっちゃったりすると、はい、もう本当にどうしようもなくなっちゃってね、最悪動かなくなっちゃうやつですよね。はい、なっちゃうんですよ、うん、これがねかぶっちゃう現象があって、そうですよね、大雨の日に黒煙吹き出しちゃってものすごいエンジン調子悪くなっちゃって、それで交差点で右往左往してたらね、はい、中学生の女の子にうるさい臭い迷惑と言われたこともありまして、はいはい、悲しい思いをする SU キャブレターなんで、まあ、SU キャブレターつけたい人は覚悟して乗ってくださいってことですね。こだわるとかね、キャブ車とかバイクとかに乗るってことはそういうことですね。あ、そうですね、まあ、そういうもう画面も揺れ出しちゃってるからね。そうですね、だいたいキャブレターと上真ん中、はい、下、はい、3分割で考えられると思うんですけど、はい、今日は上の部分、はい、まあ、どういう役目をしているかっていうと、上の部分にピストンが入っててガソリンの量を送り込む量を決めてくれると、はい、で真ん中の部分はアクセルコントロールでバルブがあって、はい、その空気を吸い込む量を決めてくれると、はい、で下の部分はガソリンを貯めておくところですね、はい、今日はその上の部分、上の部分がどうしても固着しがちのキャブレターなんで、これをね、まあ、半年に1回、まあ、雨の日乗ったら必ず、まあ、少なくとも1年に1回は開けて、グリスアップをしていこうっていう話なんですよ。ネジ開けていくんですけど、まあ、僕の得意技はね、ネジ回し早いですよ、これもう慣れてますね。早回しじゃない、うん、今のわけない早回しなんですね、はい、でこうドームごとこう中のね、はい、ピストンをねこうやって取っちゃうんですよ。そしたらもうこうやってこうくすんじゃってる、確かに黒くなってるっていうので、こうなんかね張り付いちゃって動かなくなっちゃうんですよ、最悪。なるほど。でこれをきれいにしていきましょうって言って、でこの先っぽについてるのがニードルバルブと、はい、で中にこのバネが入ってて、はい、でこれが動かなくなっちゃうと、うんうんうん、エンジンさえかからなくなっちゃうんで、うんうんうん、きれいにしてパーツクリーン、はい、ね、大活躍ですね。大活躍ですね。何でも使えるやつですね、でこうシュッ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 ってやって、うん、まずは側をきれいにしていくと、はい、でまあ拭き上げて、これ賛否両論いろんなこと意見あると思うんですけど、こんな磨き方でいいのみたいな。なるほど、うんうん、でも重要なところは避けて、はい、これね、中の方もこんだけ汚れてるわけですよ。そうですね、うん、で、この鼻からプシューってやってね、はい、鼻からプシュー
鼻からプシューなんですよこれね。いやでもこれ綺麗になりますね。バーツクリーナーっていうのがすごくて、まあよく今ほらコロナだからさ、はい、アルコール消毒とかするじゃないですか。あ、はい、まあ、あの原理ですね。そうですね。だからオートバイのメンテナンスしているとコロナにはかかりにくい可能性があると。どうなんでしょうね可能性ですけどね。というわけでこの中のピストン、はい、はい、もうすすで真っ暗けになってますけど ね、これをきれいにしていきましょうと。これちなみにどれくらい乗った後のメンテナンスなんですか。これで半年くらいですかね。やっぱまめにやんないとダメですね。まあ、でも本当簡単なんで、うん、これをしょっちゅうやってると長持ちするし、これのやってない人はそのガージ自体すり減っちゃうから、そのそれでこう、はい、密着が悪くなって、はい、で調子悪くなるという人がいるけど、このグリスアップさえきれいにしてやればね、はい、もう本当に20年ぐらいに使えてるんで、まあ、消耗品なんていう人もいるけど、全然そんなことないですね。で、部品点数上側の部分だけでいくと、はい、もうこれだけです。少ないですね。超少ないです、はい、ネジ3つとバネが1本と、はい、側のドームと、はい、中のピストン、なんかよくわからない、はい、なんかトップの頭のところについているガイドなのかな、これ、はい、これ何なんでしょうね。なんていうの、まあ、ガイドですね、うん、ピストンの上下がぶれないようにしてくれてるのかな。あ、まあ、こんだけのものをきれいにしてあげてで、また組み直すっていうだけの作業なんです、はい、これでもう全然調子維持できるんで、これはもう S キャブの人はしょっちゅうやってください。そうですね、やらないとひどい目に遭います。これもね、まあ、なんかさっきのに比べたら綺麗になったんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ綺麗になってますよ。なめれるかっつったらなめれないけど。あ、そうですね、はあ、まあ、これでね、お湯沸かすこともできますから、キャンプ地では。あ、確かにできそうですね。そんなことしないでしょ。これでお湯沸かしてどうするみたいな。まあまあ、もうちょっとキャンプ行った時に鍋忘れたらこれ外してね、外してお湯沸かせるかもしれないですね。まあでもキャブレターとか言ったらもうみんな最初ね、オートバイ乗り出した頃はどんだけ大変な作業だって思うと思うんですけど、ね、まあこんなもんなんですよ。このキャブは本当にシンプルだから、うん、でこれでこれはグリスをね、あ、なるほど、中に薄く塗り広げていくわけですけど、はい、まあ、このグリスもね、何を使えばいいんだとか種類いっぱいありますよね。種類いろいろあるからね、悩むところですけどね、うん、今回ね、最も薄い軽いやつを作って、はあ、使ってみました。これだからこれ顔面アップすぎちゃって恥ずかしいからこんなになっちゃうけど、ここにね、なんつうんだろう、溝が3本切ってあるんですよ。でこの溝にたっぷりグリスを塗り込んであげることが最も重要かな、はい、なるほどって気がしてます。はい、はいはいはい、さすがにこれ塗ったくりすぎでしょうっていうぐらい塗っちゃっていいんじゃないかな。どうせねガソリンでね落ちちゃうから。そうですよね、はい、はい、ちょっとねプロの人に言わせたら多めじゃんっていうぐらい塗っちゃってますね、うん、で硬いやつでやると今度動きが渋くなるから。そうですよね、硬いグリスでやるとアクセルについていかないって現象も起きちゃったりするんでね、その辺も経験というか、なんだろう、ね、この映像わけわかんないですね、何を映したいんだろう。頭ドブドブ塗って、ドブドブ塗ってすごいです。これでこのあと仕事に行ったりするからもうね、あ、それで手が真っ黒になるわけですよ。この間もそうでしたね、手真っ黒ですよね。真っ黒になるんですよ。なるほど。ストラスクリーンとかいうやつでね、一応綺麗になるっちゃなるんだけど、はい、こうやってねベトベトにしてね。でもさ、はい、昔若い時にさ、こういう作業する時にさ、はい、手袋ってできた？ああ、僕ほとんどしなかったです。手袋すると嫌じゃない？嫌です。僕もうあんま好きじゃないです。やっとね手袋できるようになってきたんだけど麻痺しちゃった。いやでも、まあ、した方がいいですよ、うん、絶対あの、ね、うん、でまあ、こうやってあのあスムーズに動くか、はい、こうシコ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 、はい、変な意味じゃないですよ。やってね、あの抜いたり刺したりするわけですね、はい、で引っかかりがないかこう確実に点検しながら、うん、はい、回してみると、
いろいろやってみて動きがスムーズかどうかを確認して、はい、これ重要ですね。これが優しさが必要ですから。なんかすごい音したぞ。まあそういう感じでね、スムーズに動くことを確認して、さあ早くつけろや、何回やってんだっていう感じ。相当試してますね。相当やってますね。慎重派ですね。そうですね、まあ、ここが一番重要なの。自然に落ちてくるかも確認した方がいいかな。で中の方もさっき塗ったよね。中の方もこれ塗ってでバネをつけると。このバネも本当はねちょっとだけ油ぎっしゅにしといた方がいいんじゃないかな。錆びることないと思うけど。はい、バネも入れて動きをもう一回確認したりしながら、よし、これで本体に取り付けます。はい、カパね、でもネジ3つなんで簡単です。でこれでここもう一回スムーズに落ちるか、うん、いいちょっとだけいい、なんだろう、抵抗ありつつストーンって落ちちゃダメなんじゃないかな、はい、でこれさっきの頭の部分、はい、でこれはこういうのも最初さ悩むのがさ、はい、どこまでこれにグリスアップするかとか。あ、でもそうですね、あの初心者あるあるのがネジの締めすぎとかあるじゃないですか。そう、はい、でこれプラスチックでできてるんですよ。まさにそうですね、頭のところが、はい、でこれをペンチなんかでやっちゃうと、はいはいはい、バキッとなっちゃうんで、これは手締めでいいと思います、はい、またいろんな意見あるかもしれないけど、これ普通に手締めで締めて、締まるところまで締めて、それ以上緩んで飛んでったとかはないんで、これで十分じゃないかなって、ね、完璧ですね、はい、まあこのねアルミっていうのは磨くとまたいい光り方したりするから、ね、そうですね、これ独特の感じがすごい、うん、アルミって不思議な金属だよね、はい、この3つのネジを締めて、でこの 3つのネジもね、マイナスネジなんがレギュラーなんだけど、 できたらヘックスとかに変えといた方が、いざという時に舐めちゃったりしますから、ね、そうですね、一回ねヘックス変えたんだけどね、はい、でこれ何やってるか分かります？これは記念撮影ですか？そう、一応ねこの動画に使おうってんじゃなくて、これもうおまじないですよ。最後にこうやってねおまじないをかければエンジン調子良くなる、これが一番大事。これ毎回やってるんですか？そう、うちのスマホのアプリにおまじないっていうのがあるんで。何ですかそれ？エンジンが調子良くなりますようにっていう、ぐるっと回して、でこれであれネジ締めたっけ？締めたよね。締めました。はい、じゃあイグニッション入れてみます。でこれまた古いキャブレターなんで、これフェアリティ Z とかにめちゃめちゃ使われてたんだよね。60年代。これティクラーポンプっていうのがあって、はい、ポンプでね燃料をね指でね、はい、押して送るんですよ。最初です、ね、はい、うん。でこれやんないとかかってくるんだ。はい、もうちょっと後期の景品とかになるとアクセルを煽ると加速ポンプっていうのがあってね、はい、ガソリン送ってくれるけど、自動的に、そうこれでね、エンジンかけてみますが、まあ本当これ重いんですよ。重そうですねこれ。クロックスやるもんじゃないですよ。どこいしょ、こっちも力入ります、ね、見てて力が入る、どこいしょ、足もげますちゃんと安全です。はい、あるといい音しましたね絶好調です。いいですね、いいアイドルにしてます、ね、いいですね。止まりそうで止まらないのがあれの面白いことですね、まあ、というわけでね、スイーツの経年というのはい、送りましたけどね。でもまだいっぱいありますからね。そう、先のメンテナンスだと他の部分だったりとか、はい、今度ね、はい、キャブレッターを全部車体から下ろして完全にオーバーホールするっていうのもね、はい、そのうちやんなきゃいけない。 それもお届けしたから。時間かかりますね。ちょっと時間かかりますね。いろいろ宿題残ってるんですよ、うん、まあでもこれ言ったら兄さんの日常やってるのを映像に撮ればもうそれで面白くなるかな、みんな見てくれるかな、どうなんですかね。いや僕個人的には面白いですよ個人的には面白いですけど、一般の人は
どうなんだろう、うん、そうだよね。これをなんかじゃあヒロトさんの、ね、動画を見て、はい、オートバイ乗ったことないけど見てみようかなと思った人にとっては何のこっちゃわからん、うんうんうん、そうですね、動画ではあるかもしれないですけども、うん、すみませんけども本当申し訳ないですけどもチャンネル登録してもらえるとそうですね、はい、嬉しいんです。あと多分徐々に分かっていくと思いますよ、これ良さがこう、ああそうか、何度も見ることになって、ああそうかもしれないですね、うん、もうちょっとだけね、はい、手の込んだというか、そうです、ね、深いところまで行ってみたいなというところもありますからね。いや、メカは面白いですよ。ああそうですね、絶対面白い。ギターも修理しなきゃいけないし、ね、そうですね、次回はギターの修理かな、うん、ギター修理、うん、どこら辺までですか。あのねこのコロナで2本壊しちゃってるんですよ、はい、あら、あ、1本はアコギが倒れてネックごと折れちゃったっていうのと、はい、それも修理するんですね。あと鶴の秋野くんとイベントやった時に、はい、久しぶりに持ち出したギターがね、はい、音出なくなっちゃったんで、それも修理していこうかなと思ってますんで、そういう、 こう修理物が好きな、人はそうです、ね、チャンネル登録してください。今日は小山君にお手伝いしていただきました。いえいえ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、それではまた、さよなら。